どうも、占い師のゲッターズイダイアス。シスタントの億万です。さあ、本日は神奈川県40代前半女性ランさんでございます。ありがとうございます。彼とは6年前に知り合い、その当時は2回食事をしました。私は好意を抱いていましたが、彼はあまり私に気がないように思えて、私から連絡するのをやめてしまいました。当時一度離婚したものの、復縁を強く希望する元旦那がいたので、彼とやり直して再婚しようと思いましたが、私の親の反対や私自身気になるところがあり、親の意見を振り切って再婚に至ることはできませんでした。去年暮れに気になっていた彼のことを忘れられず、連絡したところ連絡がもらえて嬉しいと言ってもらい、2回ほど食事する機会がありました。その間1ヶ月は交際にすごく積極的で口説くようなメールをたくさんくれましたが、2回目に会った際に年齢や学歴、経歴を聞かれた後から急に冷めたような感じに感じたので、私から友達のままでいましょうと言ってから一度も会ってません。ただたまに連絡来ると返信もくれますし、近況を聞かれたりします。彼との結婚に可能性はあるのでしょうか。どういうこと、何これ。学歴と経歴聞かれたら、中卒で刑務所20回入ってます。そのぐらいパンチないと聞かないですよね。経歴ってそうですよ。経歴って何、学歴の後経歴って何、前科何番。いや、だから何人付き合ったとか、そういうことなんですかね。あ、そっち、うん、今まで何人付き合ったとか、そういう20人ぐらい元彼の話とかちょっとしたとか。そういうこと、わかんないですけど。経歴ってそういうこと。いや、それ犯罪歴じゃないですか。それさっき言ったのは犯罪歴ですから。あ、なるほど。犯罪歴じゃない、それは当たり前ですよ。それ会った際に年齢や学歴、犯罪歴を聞かれた後からって。犯罪歴を聞かれるやつに問題がありますよ。だとしたら経歴ですよ。経歴ね、はい、経験歴とか、そうな、まあでも学歴とかなんのかもな。でもそんなに経歴に引きます。学歴気にする人いるんだよね。自分が学歴コンプレックスある人、学歴気にする人いるから。役立たないよ。そんな人はいいんじゃないですか。うん、調べまして、はい、気になる彼との相性は悪いです。結婚する相性は出ておりません。はい、彼、確かにそう、人を小馬鹿にする口調と上から目線が入ってるんで、学歴コンプレックスとまでは言いませんが、まあでもちょっとそういうのあるんでしょうね。多分エッチしたかっただけだと思います。あ、許せん。1回2回できればよかったかなと思った。なんでうまくいかねえなっつって。ふざけんなよ。めんどくせえなと思って。じゃ、経歴関係ねえじゃねえか。関係ない。ずりっすね。まあでも、この彼とはもともと縁がございません。うん、で、元旦那さんの方が相性は確かにいいです。はい、ただ、お互いで言うと、旦那さんはまあ真面目なとこあるけど、人の話聞かないところがあるんですが、問題はこれね、ランさんの方がネガティブで我が強いところで、謝んないというところが一番の問題なので、坂井さんと人に謝れるようにすることを学ぶことが大事ですね。はい、まあでもいいんじゃないですか。元旦那で、元旦那の方が相性がいいです。これ以上のいい人いないぐらいいいので、でこれが合わないっていうのは自分の問題なので、うん、互いに合わせるってことをね。どんな人だって合わないとかありますよ。うん、なくて7癖ですから、うん、2人すら 14癖があるんですから、うん、癖があるのが人だなと思って、そういうとこ許すとか、あーって片目つぶるとか半目つぶるとかさ、同じようなことばっかするけど、男はそういうもんだなと思って過度に期待しないで、欲望がでかくなればなるほど不幸になるからね。確かに今あることが幸せ、ここが分かれば幸せを感じ取ることができないと、つまりとも不満が出るので、不満が出ないように幸せになってください。はい、以上、ゲッターズでした。億万でした。